はい、本じゃ45歳の元トラック運転手の方、若者へのメッセージいうことで始めていこうかなと思いますが、おーみんな元気そっか、山ちゃん久しぶりやないうことで、まあ先日なんかね、あの迷惑系 YouTuber で有名なヘズマリュウ、あいつはなんかね、建設現場で働いとったらしいんやけど、なんかちょっと喧嘩してやめよったいうことがニュースになっとったわけなんやけど、まあその内容っちゅうのはなんかタバコ吸うやつはよう休憩行きよる、でタバコ吸わんやつは休憩行けへん、これは不平等ではないかと、まあまあそういう話なんやけど、まあ確かにね、まあそこでなんかね、なんか喧嘩の伝道師アンディ南野とかいうのがなんかお前舐めてんのかみたいなこと言うとね、お騒がせで飯か食えんのかと、まあまあこんなこと言うとるわけないけど、まあこのアンディ南野っていうのはこれ何も分かっとらへんわけよこいつはな。まあ私も前言うたことあると思うねんけど、林業の研修行って、林業の研修行ってんのになぜか知らんけど土木工事やらされとった、まあ、しかもその時一緒に雇った連中いうのはいわゆる西成から連れてこられた日雇い妊婦ね、そいつが来よってやっとったんやけど、その時ねわしタバコ吸うてへんかったやば、禁煙しとったやな。まあその時何言いよったか言いよったら、タバコ吸わへんやつは休憩せんでええにゃ、タバコ吸うやつは休憩が必要なんやみたいなこと言いよってね、休憩せんでええからずっと仕事しとけみたいなことをほざきやがったんや。まあほんまね、まあ西成におるようなやつなんで、まあこんなん言うと怒られるんかな。まあまあね、まともな人間の考えではない、価値観が全く合わん、まあまあそういうやつらなんやけど、まあそういうのも経験して言いたいことは、このヘズマリュウが言うてるのは間違いない、悪くないね、これね、ヘズマリュウは悪くないということです。まあ実際のところね、建設現場とかでね、ほんまね、まあ、普通の会社員からしたらちょっとまあとんでもない連中の集まりだからね、平気でね、タバコ吸うやつは休憩、タバコ吸わんやつは休憩すんな、休憩なんか必要ない、まあまあそんなことを言われたな、まあまあそれだけの話なんやけど、まあ、だからね、まあまあヘズマはやめよったみたいなんやけど、正しい選択であろうと僕は思います。以上、ほなまあまたよろしくやで、良いお年を。